神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームキサさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。キサのお便り。3月に卒業式があるのですが、私は卒業生代表として先生から答辞を頼まれました。初めてのことなのでとても緊張しています。いつもなら MOB の曲を聴いて緊張を解いていたのですが、代表というプレッシャーからか緊張を解くことができません。緊張せずに答辞を読む方法を教えてください。そうか、卒業シーズンですね。そりゃ緊張するでしょうよ、うんうん、だって僕らも今緊張していますから。はい、最近この番組を聞き始めたリスナーやサブサッカーの高垣弟は知らないと思うけど、 DGS って年に1回パーソナリティとスタッフのほとんどが卒業するんです。え、そうなのよ。卒業するんだよ。ということで卒業式の恒例行事に参りましょう。今から DGS の卒業候補の生徒たちの名前を読み上げますんで、その後に筒をスポンと抜きます。スポンと音がしたらその人は DGS 学園留年です、うん、そしてスカッとなってしまったらその人は DGS を一旦卒業してもらいます。はい、はい、これ何人卒業して何人留年するかは分かりません。そうだ、はい、というルールになっております。はい、まあ、何年か前にっていうか何年かに1年や、うん、1回やるんですよこれ。やるね。はい、うんうん、卒業証書入れてる筒あるじゃないですか、うん、あれを勢いよく抜いてみまして、うん、まあスポンっていう風に音がしたら、うん、まあ継続と、うんうんうん、スカッという風にしたら、スタジオを去らねばならないという企画でございます、うんうんうん、ではまず神谷浩史。はい、いやこれせーの、あ、お、あれ俺残るんだ。留年だ。留年、あ、留年、初めて留年するんじゃない。おー、卒業できなかった。はい、留年ですよ神谷さん。小野大輔、はい、これどうしよう、あ、これこれいくよ、せーの、あ卒業です。おめでとう。俺卒業だ。うわ、このパティーン。次、内田社長。もう早速カメラを回してますね。はい、じゃあ行きます、行きます、はい、せーの、あ、スカですね。卒業です。カメラを置いてってください。続いて構成スワ、行きます。はい、あ、スカだね。卒業だ、卒業。あ、続いていますよ。続いて卒業がこの音を出している横川 D。 横川 D 向こうから、はい、来ました来ました、はいはい、選んでますよ。それかい、はい、せーの、お、これはなた、横川さんは留年です。まさかの。続いてお手伝い伊藤くん。さあ伊藤くんは、はい、せーの、スカだ。卒業です。はい、続いて、うん、エクステンド臼杵くん。臼杵くん、はい、はい、さあどっちだ。何気に新キャラだよね。新キャラなんだよ。あ、スカですね。うずくん卒業。卒業です。皆さん知らないと思うでしょうけれども、知らない人です。だが卒業です。卒業しました。じゃあ最後、高垣弟。はい、うん、お、スカ卒業ですね。卒業、卒業です。ということで、今回で DGS を卒業することになったのは、うん、小野くん、内田社長、構成スワ、お手伝い伊藤くん、エクステンド臼杵くん、高垣弟、以上です。はい、ありがとうございます。そして一方留年するのは神谷浩史くん、はい、そして横川 D となりました。ヒロシーと横川 D で、 そうですね、はい、はい、この二人で、はい、そうだね、
あの僕らは卒業するけれども、はい、あの残ったこの2人で、はい、ディアガールストーリーズ、はい、これから先20年、はい、30年目指して盛り上げてってください。はい、頑張ります。頑張ってね。ということで、留年生の僕はこのまま残ってですね、本日のエンディングを担当しようと思っています。それ以外の人は卒業です。おめでとう。ありがとう。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今回は小野くんのボイスを配信します。猫リンゴさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。好評配信中。引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエストを待ってます。うんうんうん、来週は神谷さんのボイスを配信するよ。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、はい、さあ皆さん卒業してしまいまして、スタジオに残されたのは僕と横川 D なんですけれども、はい、横川 D が喋るのって初めてじゃね。確かにそうっすこれ自分で帰って編集しなきゃいけないでしょ。はいどういう気持ちで編集するんです。なるべく使わないですね。いやいやいや、なるべく使わないとかじゃないよ。いや、ラジオマンなんだからスタジオに入ってきてね、マイクテストやってくださいよなんつって、はい、ちょっと喋らしたんだけど、はい、横川ですって言って黙るわけ、はい、そんな一言で取れるわけねえだろってだいぶ喋らしたんですけど、なんだろう、お手伝い伊藤くんがなんか悪意なのか何なのか何も喋らないっていうね、もうちょっと喋ってもらわないとね、やっぱり取れないよね、やっぱりね、どれぐらいの音量かね、はい、何その変なのしかしですよ、はい、この We Are Open が今日で最後なんですよ、うん、いつもだってこれ編集してさ、つけてたわけでしょ。そうですね、はい、最後ってのはやっぱ寂しいですか。やっぱあのいい曲が多いので、はい、ちょっと長めに流しちゃったりとかしますね。それでもね、ありがたいですよね、もうちょっと聞きたいなっていうところでこうなんかちゃんと聞かせてくれるディレクションをするじゃないですか、その完成形としてね。あ、ちょっと FM、FM の気持ちが出ちゃうんですよね曲、喋りよりも曲が大切。喋りなんかどうでもいいですよね腹立つわ、もうこれだけでやめよう。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの次はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメロミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるのでぜひアクセスしてください。写真が見られます、はい、さらにニコニコ DJ チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送DJS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています、はい、ということでストーリーテラーは神谷浩史と、横川 D でした。ディアガールストーリーズ第782話に続く。黙らなくてちょうどいい Always 毎週末嫌いよ。この番組はちょっとテンションが低いなこの番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました